千年カルテプロジェクトとケッグメディカスとの連携可能性ということでお話しさせていただきます。まずEHR とはということと、 EHR を構築してきました私どもの千年カルテ事業についてお話しさせていただきます。まず自己紹介ですけども、九大の医学部卒業して医療情報学の研究しているところでバイオインフォマティクスについて の翻訳もしたりしておりました。で、EHR、最初、私の研究室が EHR 共同研究講座で、親からもしょっちゅう EHR って一体何と聞かれるけど、なかなかうまく説明できないんですけれども、人の一生にわたる健康に関する記録を電子的に蓄積して、で、病院だけではなく、検診などの情報、エレクトロペーシャントレコード、メディカルレコードじゃなくて、ヘルスケア、一般に関わるようなことまで集めて、そして個々人の健康管理および公衆衛生に役立てていこうというのが EHR の概念です。 EHR の役割というのは実名データを使っている、件名データで扱う部分に関して言いますと、病院や患者個人、薬局といったところに情報からを集め、逆に情報を提供するというふうな医療連携として使われることが多いのですけれども、そうして集まったデータを匿名加工して研究、創薬、公衆衛生、行政に応用していこうというのが EHR の果たすべき役割と考えられています。EHR で実現されると今期待されているものは、臨床ではシームレスな医療連携、生まれた時から亡くなるまでの全ての過程においてデータを集め、データを提供するというのが臨床で期待されていることです。今診療連携、患者さんはあちこちの病院に連携して送る時も、前の病院でどうだったかというのが一目瞭然で分かるようなデータのレポジトリがあるというのは、臨床に非常に役に立つことです。また研究のため、いわゆる医療ビッグデータと言いますけれども、データを大規模に集めて公衆衛生、臨床研究、治験、薬の治験などに応用していくと期待されています。その EHR を構築するためにはいろいろと必要なものもあります。まず前提として社会システムを整備しないといけません。今日午後一番の講義お話でありましたけれども、個人情報を保護し、そのルールに基づいて情報を集めて、それの情報を活用していく改正個人情報保護法、あと、匿名加工した医療情報を研究に役立てていく道を開いた次世代医療基盤法が日本における EHR 構築の根拠法となっております。さらにはそういった今は ID 個人識別番号というのはマイナンバーというのはありますけど、さらに、セキュリティを強化して医療だけに使う医療と ID に ID 医療と医療で使える個人識別番号についても検討が進められております。もちろん情報技術として安全で堅牢性の高い情報ネットワークが必要ですし、医療病院間で相互運用性が高い、臨床目的で入力されたデータであってもすぐに研究に応用したり検索ができる可能な相互運用性の高いデータモデル、データ設計というのが情報技術で求められています。一番大事なのは現場の協力と理解、どうしてこういうものが必要かというところをご説明して、同意を納得いただいて、病院の協力がなしには成り立っていっておりません。日本における EHR 構築の試みというのは、1990年代から諸外国と同じように医療についての電子化が検討されておりまして、で、それ集めた情報を標準的な形で集めようということで研究が始まっております。で、
MML、メディカルマークアップランゲージというのがその当時から開発が進められて、2001年に、経済産業省の全国各地に医療連携基盤を作ろうというプロジェクトがありまして、そこで、13プロジェクトが採択されて、地域医療連携ソフトウェアが作られています。で その後それが残念ながら続いたところは少ないんですけれども、マイコネット、ヒゴメド、ハニワネットという形で継続されて、で2015年に千年カルテプロジェクトとして生まれ変わって開発を進めて現在に至っております。まあ、千年カルテというのはちょっと大きく出たなというか、まあ、うちのボスがそういうふうな名前をつけたんですけども、人間のデータは、まあ、個人のデータというと100年100年間データを保存できるという環境を作るというだけでも結構まあ、コンピューターの寿命、コンピューター技術の寿命を考えると壮大なプロジェクトなんですけども、さらにそれを二次利用に役立てていこうとしたら、もう千年間保持できるぐらいの意気込みなくてはならないというところと、ことと、まあ、京都が千年の都だからという、まあ、単純なダジャレみたいなところで決まったりもしております。おかげさまで将来的に300施設、今年末には100施設を超える病院が接続される予定となっております。総計病床数が3万5千超えております。大体京大病院の規模でいうと30個分ぐらいに値しますかね。でそういう、もちろんデータを集めるだけではなくて、それを活用していこうということが今後といいますか、もう今年度からの課題となっております。今年のようやく次世代医療基盤法が成立施行されまして、で今匿名加工業者というのを資格認定申請をしているところで、それが認められ次第、匿名加工利用で匿名加工された医療データが皆様の研究にお役に立てるということになります。で千年カルテプロジェクトでは、千年カルテデータを提供していただいている病院あるいは研究機関は無償で使えることができますし、もちろん製薬会社研究所については有償での提供を考えております。で EHR 情報収集部門の運営を賄っていこうというのが最初の目論みです。で収集されるデータというのは他の同様のプロジェクトと比較して多岐に及んでおります。患者情報、保険、病名、検査データ、処方に限らず、アレルギーや血液型、感染症、家族歴、年齢、生活情報や経過記録、臨床サマリーや検査報告書、紹介状、体温表に至るまで、できれば電子カルテに記載されている電子化された内容は全部集積して活用していきたいというふうに考えております。で今検討し私どもで今検討している研究科で授業というのがあります。薬剤併用禁忌チェックというのは今も電子カルテの中にこの薬とこの薬危ないですよとか、この人はこれにアレルギーの起用がありますよとかいうふうなアラートを出す仕組みはあるんですけれども、じゃあ病院間でどうかと、患者さん一応お薬手帳でチェックすることになってますけど、お薬手帳いっぱい持ってる人もいたりすると、で薬局で薬局ごとにもあったりするので、なかなかできていないのを病院を超えてチェックすることができるか、ケッグメディカスとの連携を考えております。あとは、まあ、プレシジョンメディスンの範囲になってきますけれども、検査で登録された遺伝子情報から指摘治療について検討を行うようなことも考えております。
遺伝性疾患を登録された患者さんのフェノタイプから遺伝性疾患などについて情報を検討しでいけるなどのことも今検討課題の一つです。ただ問題点はもうたくさんあります。一つはデータの品質保証という問題です。どうしても広く集めているところから十分な質で入力されていないデータも集めることになっていると考えております。どうしても電子カルテに入力された経過記録というのがそのまんま使えるのかどうか、データとして集めてどうなるのかというのはまだ未知数なところがあります。あとデータの機械化独占についても僕ら時々悩むところで、文書について報告書なんかそうですけども PDF 切れば JPEG で渡していいかとか聞かれるんですけど、さすがにそれは勘弁してほしいなということで標準形式に載っています。あとは内容性と匿名化、廃反するものですけども、この患者さんとこの患者さんを一つにバラバラに集めてきたデータを一つに集めるというのはなかなかの難題ですし、そこは医療と愛に頼らざるを得ないかもしれません。医療ビッグデータというのは、2、3年ぐらい前によく騒がれていたんですけども、実際問題そんなに集められたことというのが事例としてないので、宝の山になるのかゴミの山になるのか、まだ誰も集めたことがないから誰もよくわからないというところです。なるだけ宝の山だと信じて頑張ってはいるんですけれども、ゴミの山から宝を探していく作業をしないといけなくなるかもしれません。まとめです。 EHR についてお話ししました。300病院接続に向けてプロジェクト進行中です。研究応用に向けてデータを集積中であり、ゲノタイプとフェノタイプを まとめてするというのは非常に医療において意義があることですので、ケーグのようなデータベースの接続は前向きに考えております。ゴミの山にしないためにいろいろともう一工夫いるかなと思っております。以上です。